イレオンチャンネルです。食玩ロックシード6全5種類中、まずはくるみロックシードをレビューしました。今回は電王のクライマックスフォームと仮面ライダージョーカーをレビューします。外箱はこんな感じ。音声は5種類です。はい、中身はこうなってます。クライマックスフォームの顔は派手ですね。ちなみに電王はこんな感じでした。ベースカラーはブラックとレッドに変わりましたね。まさにクライマックスフォームのボディカラーそのまんまって感じです。錠前はいつものレジェンド。開けるとこうなってます。下はケータロスで、上は電王ベルトにケータロスがはまってます。それでは音声確認しましょう。1つ目、2つ目、おー、ちゃんとクライマックスフォームの変身体験音が入ってますね。そしててんこ盛りクライマックス、面白い音声ですね。3つ目、ここに来てまさかのいいじゃんです。ってことはすげーじゃんも入ってるんでしょうか。2回押します。やっぱり入ってましたね。3回押します。次はジョーカー。外箱はこんな感じ。音声は5種類です。はい、中身はこのようになってます。これはむちゃくちゃかっこいいですね。ジョーカーの顔もブラックにテカってますし、ベースカラーも裏面も全部ブラックですから本当に真っ黒ですね。そして開けると中はこうなってます。ロストドライバーとジョーカーのガイアメモリ、そして断面はパープルです。では音声確認します。1つ目、2つ目、切り札セイヤハーなのでかなりキウイっぽいですね。3つ目、2回押します。3回押します。では戦国ドライバーを使って連動させます。変身。一回切ります。2回切ります。3回切ります。では次はジョーカー変身。一回切ります。2回切ります。3回切ります。ソニックアローでマキシマムドライブも可能ですね。はい、ということで電王クライマックスフォームと仮面ライダージョーカーを紹介しました。両方ともロックシードのカラーがかなりかっこよくって、特にクライマックスフォームはいい音声が入ってましたね。ダブルはこれで2種類目で、電王は3種類目ですから、かなり優遇されてますね。
では次の動画では残りのチェリーエナジーとブラック RX をレビューします。以上、食玩6シード6、電王クライマックスフォームと仮面ライダージョーカーの紹介でした。